お構いなく。それより質問に答えてください。さっき答えただろうが。答えてませんよ。何をしてたんですか？顔をつかまれた。正面から目を覗き込まれる。リルーがいつもやっているように。調べ物だよ、想像つくだろ。黒手釣り様ですか？ああ、何でもすると息巻いた。方法があると信じていた。だが現実はどうだ。どこにも情報がないんだ。でしょうね。明かりも聞いたことないですし。俺は何とかしたいんだよ。感情を抑えられなかった。涙が頬を伝っている。よりによって明かりの前で。最悪だ、絶対バカにされる。もう少し早くに頼ってくれればいいものを。え、予想に反して明かりは頭を撫でてきた。明かりに何ができるんだよ。明かり、一応大里家の分家なんですよ。少し時間をください。なんとかしてみます。なんとかって、なんとかなるのかな。頼もしすぎてまた涙が出た。年下の女の子なのにな。へたり込んだら頭を抱きかかえられた。明かりの胸はいい匂いがした。明かりちゃん視点になった。こんな時間にどういうつもりなんですの？大切な話がありまして。とりあえずついてきてください。これは明かりちゃん、これ大里家だよね。ちょっと納得できませんわよ。どうしてこの場所なんですの？私はキリコを連れ大里家にやってきていました。時刻は午前3時。夜明けにはまだ早く、周囲は暗闇に包まれています。何なんですの一体。まあまあ、着いてからのお楽しみですよ。母屋を素通りし、遊歩道へ入りました。やがて金網で囲まれた建物が現れます。宝物庫。大里家の所有する文化財が収蔵された蔵です。嫌な予感がするんですけれど。大丈夫ですよ、許可は取ってあります。そうなんですの。赤積明かりのくせに意外と手際が良いんですのね。もちろん嘘です。嘘です。わしか、これはまずいんじゃないだろうか。ここは立ち入り禁止なんですのよ。こんなところにいるのが見つかったら。見つかったら大違法ですね。そんなもんで済まされませんわ。一体どんな罰を受けるか。でも何かあるならここなんですよ。リスクが大きすぎないかな。曖昧な説明に業を煮やしたキリコがため息をつきました。いい加減説明していただけませんこと。キリコの声色から冗談の色が消えました。何も知らなければ赤積明かりに無理やり付き合わされたという言い訳も立つでしょう。だからあえて私は知らせずに連れてきたのです。しかしキリコは同じものを自分も背負おうとしているようでした。ディルーさんの呪い、明かりは何としても解いてあげたいんです。私はかいつまんで事情を話しました。リルーさんが生き神様となったこと、不調の正体が黒手釣り様であること。消せませんわね。ではリルーさんの不調をどう説明しますか？不調は呪いで説明できるのでしょう。私はリルーさんが嘘を言ったとは思いませんわ。意外ですね。魔法を見たこともないのに。見たかどうかは些細な問題ですわ。ならどこに不満が？あなたですわよ。ん？明かりに？あなた、自分の未来を棒に振る可能性があると知っていてやっているんですの？やっぱそうだよね。それだけリスクはでかいでしょう。わかってますよ。本当に？ここで見つかることがどれほどの意味を持っているかわかっていないのではなくて？未来が奪われてしまう。
そういうことだよね。叱られて終わりとは参りませんのよ。何らかの罰が下されますわ。そして罰は本人にとって痛手であればあるほど良い。あなたにとっての罰がどのようなものになるか想像がつかないほど愚かではないでしょ。ますます意外ですね。まさか明かりの心配をしてくれるなんて。急にどうしちゃったんですか。明かりラブですか。女同士ですか。あの男はあなたを袖にしたのでしょう。自分の将来をかけて差し上げる必要がありまして。キリコは挑発に乗りませんでした。まっすぐに目を見つめてきます。答えてくださいまし。まっすぐな目。今度は私が呆れてため息をつく番でした。ほんと無駄にいいやつなんですよね。一つ訂正しましょう。あかりは西目さんを好きだとかそんな感情は最初からありませんでした。もう一つ、あかりはリリューさんが大好きです。西目さんにもお世話になっています。それで？お二人がいなければあかりはここまで来られませんでした。それはそれは大きな恩です。であるならば今度はあかりが未来をかける番です。そうまで言うなら構いませんけれど、ただただ私を巻き込まないでいただきたかったのですけれど。本当だよな、キリコまでいいんだろうか。旅には道連れが必要じゃないですか。水臭い。私は宝物庫を取り囲む金網を調べます。有刺鉄線が使われているため登るのは難しそうです。キリコ、メタルカッター、その箱に入ってますんで。わあ、もう本当にそういうことをやる前提で準備してきてるんだな。いいのかキリコ、今だったら断れるんじゃないか。早く。まったく、本当にあなたは仕方のない人ですわね。一緒に背負う気だ。キリコは時期になりながら工具箱に手を突っ込みました。キリコに取ってもらったメタルカッターで私は金網に穴を開けます。これで言い逃れできない証拠ができました。宝物庫は目前です。資料が残っているといいのですが。わー、入っちゃった。入り口の南京錠もメタルカッターで切断し、私たちは宝物庫の扉を開けました。湿った匂いが鼻をつきます。扉を閉め、懐中電灯で全体を照らしました。文化財が収蔵されると聞いていたのですが、実態は木箱が山と積まれた倉庫のようです。さて、どこから手をつけますかね。片っ端から開けていくしかないのではなくて。何か大事そうにしまわれてるものとか目星ないかな。せめて目録を作っていてほしかったですね。手分けして木箱を改めていきます。織物、漆器、楽器、鏡、これらはかつて豊時島で流通した交易品の数々でしょう。沖縄の島々は中国大陸や東南アジア、日本の交易拠点として古くから栄えました。各国の王朝とも交易があり、本島の博物館には当時の贈答品が多数収蔵されます。豊時島は小さすぎるため拠点とはなりませんでしたが、気味習い様が君臨していたこともあり、試作島から宝物が献上されていたようです。こうした品々は試作島の有力者に気味習い様に取り入れるために送ったものでしょう。ゆえに大里家の宝物庫で今も眠っているというわけです。これは？錆びたペンダント類の収められた箱がありました。宝石をあしらった装飾具も見られます。デザインとしてはリルーさんが身につけているものに近いでしょうか。おや、このペンダントなどは特に見覚えがあります。何か関係のある品なのでしょうか。リルーさんの故郷は琉球の交易相手だったとか。ありましたわ。うん、なんだ。ペンダントを眺めているとキリコが声を上げました。キリコは飾り箱を床一面に広げていました。
箱には当時の文書が収められていたのです。変色した和紙にのた打つような文字が踊ります。版画をしてあるのは指示書か令状か、達筆すぎて読めない漢字がつらつらと記されます。時間をかければ解読もできなくはないでしょう。そうした書面が木箱一つ分ありました。木箱の一辺が80センチ程度とするとかなりの重量、そして分量でした。まあまあ大きいね。大収穫じゃないですか。ええ、多すぎて頭がおかしくなりそうですわ。こんなに読めるかしら。キリコが開けたのはこの箱ですか。そうですわ。この大きさの箱に文書類が収められているようですの。さっきあかりも似たような箱を見つけたんですよ。お、ということはなんかこういう系に入ってるってこと？ならそっちにも文書が？おそらくは。見てみましょう。こっちは何ですかね。これ飾り箱を開けると和紙で書かれたメモ書きとさらに古そうな崩れかけの紙切れが現れました。紙なんでしょうか。分厚くて手触りがざらついていて質感が紙とは違います。それに漢字とは似ても似つかぬ文字が使われています。見たことない文字なんですが、何語ですか。琉球語？あら、奇妙な造形ですわね。やはり琉球語ですか。いえ、琉球王国は中国や日本と国交が深かったので書面には漢字やひらがなが使われていたはずですわ。じゃあ何語なんですかね。中国や日本と国交が生まれるよりも前の文字でしょうか。そのような文字があるとは聞いたことがありませんけれど。じゃあ何ですか。ヨーロッパあたりの言葉だとでも。さあ。キリコの返事は煮え切らないものでした。いずれにせよ読めない文字には大きな魅力がありました。ひょっとするとリルーさんを助ける手立ても書いてあるかもしれません。そろそろ朝になりますわよ。撤収しないとまずいんではなくて。怖いね。早くここから立ち去りたいよ。まったく、キリコはチキンですねと言いたいところですが、確かに危険な時間帯ですね。これらを運ぶ時間も加味しないといけませんし。私たちは手分けして文書を運びました。すべての書物を盗み出し大里家を脱出した頃には夜明けの時刻となっていました。やりましたよ、西目さん。あとはあなた次第です。わ、ちゃんと無事に抜け出してきたんだね。早朝から明かりが訪ねてきた。ついに明かりの偉大さにひれ伏す時が来てしまったようですね。自慢げに木箱を見せつけられる。でけえ、人間が入れるのではないかという大きさだ。なんだよこれ。開けてみてくださいよ。なんなんだよ。急かされるように箱を開ける。埃が舞い上がり思わずむせる。わっ、こりゃ一体中身は古い本？違う、本にすらなっていない。巻物もある。これどこで見つけたと思います？どこなんだ。なんと大里家の宝物庫で見つけたんですよ。見つけた、見つけた。大里家の全ての根源、大里家の宝物庫に収蔵された書物。まさに俺が求めていたものだった。どうやってこんな。それは秘密です。まあ言えないよね。ともかくここに大里家が隠していた答えがあるはずです。読めるかは西目さん次第ですが。助かる、早速読んでみる。ああ、ちょっとご褒美もなしですか。もう。俺は鈴木さんに仕事を休むと連絡した。怒鳴られたが気にもしない。目の前に積まれた古文書、それしか目に入らなかった。その日から部屋にこもるようになった。ずっと古文書と格闘している。古典は得意なんだなんて思っていたがまるで通じない。まず
文字の判読ができない。解読は困難を極めた。だが今まで以上にのめり込んだ。だってこれは大里家にしまわれていた古文書だ。隠された秘密があるならここに決まっていた。毎日夜遅くまで古文書と辞典だけを見つめていた。無理しすぎじゃないの？時間がないんだろ、急がないと。光が倒れたらどうするのよ。平気平気、気をつけるから。会話もそこそこに解読を進める。3日でコツをつかんだ。読める部分が増えていった。長らく謎だった書面の冒頭が読めるようになった。これは記録か。こっちは布？つまり交易品の目録だったのか。畳の上にひっくり返った。やっと一つ読めたのに全然関係なかったけど、手応えはあった。まだ一枚読んだだけだ。これだけたくさん文書があるんだ。この中のどれかが答えにつながってるはずなんだ。なんだこれ。どれだけ時間が経っただろうか。漢文と戦うのが嫌になって箱をひっくり返していた時だ。古文書に混じって新しい紙切れが出てきたのだ。ノートから破り取られたような形状。ルーズリーフの穴まで見える。誰かが古文書に挟んだものだ。一体誰が？いぶかしみつつも中身を読む。それは古文書の現代語訳だった。要点だけ抜き出して箇条書きで記されていた。都合の良いメモ書きに困惑を隠せない。記された内容が正しいとも言い切れない。だが疲れていた俺はメモ書きをむさぼるように読んだ。太古の豊時島の人々はニールカナイを地の底と考えていた。10年に一度島の果てにあるナビンズというニールカナイにつながる洞窟からニール人が訪れると言われている。念のため元の文章と照らし合わせる。多分正しい翻訳だ。俺以外の誰かが古文書を解読していたのだ。それにしてもニールカナイとは意外な発見だ。ニールカナイ、またの名をニライカナイ。琉球神道における神の国だ。呼び方は島によって異なるが、基本的には海の果てにあるとされる。豊時島ではニールカナイと呼ばれていて、どうも地底にあると信じられていたようだ。こうした島は他にもあり、ニライカナイの所在地は一定しない。また図書館で読んだ本によれば、ニライカナイとは元来神の名前だったという。ニライ神、カナイ神という二柱の大神がおわす場所、それをニライカナイと呼んだというのだ。メモにある洞窟から訪れるというニール神も割と知られた名前だ。その故障自体は八重山の方にもある。そっちではニール神には二色人かなと漢字を当てる。ニール人が赤と黒の装束を着ていたとされるためだ。あ、それで二色。他の島には色にまつわる伝説はないが、一貫してニール人を奈落人、つまり地底から来たものと捉えている。事前に勉強したおかげでメモの内容はすんなりと理解できた。言い換えれば割と一般的なことが書かれているわけだ。もし俺が目的を持っていなかったら、ふーんといったところだろう。だがこの内容は今の俺にとって見過ごせないものだった。リルーはここではないどこかからやってきた。魔法が当たり前に存在する地域だ。琉球王朝がニライカナイと呼ぶ場所、そここそがリルーの生まれた異世界なのではないか。伊賀さんも同じだ。時期的にやってきたのはちょうど今から10年前。10年に一度ニール人が来るという記述と符合する。豊時島の人間は少なくとも琉球王朝の頃から異世界の存在を認知し、そこから人がやってくることを知っていた。そしてそれを生き神様にした。そういうことなんだろうか。自分でも恐ろしい思考だと思う。
俺は今二雷家内は実在したと主張している。そこから来た魔法を使う異邦人こそが太古の人々が崇めた神で、その神話は大里家の内部でまだ生きている。そう考えれば多くのことが説明がつく。他にはないのか。別のメモが残されていないか、俺は次々と古文書をめくった。そしてもう一つのメモを見つけた。それは大里家に不信感を抱いたカンナ女が心情を書き記した日記だった。見た目の古さからして明治時代、いやもっと前だろう。内容はこうだ。今日は恐ろしいことを耳にしてしまった。その日、君習い様のお部屋には分家筋の当主が揃っておられた。四度目のノロ就任儀式に関して話し合いをなされるためだ。何やら深刻な顔で話をされていたので、私は君習い様のお部屋の前で聞き耳を立てることにした。君習い様はこうおっしゃった。次のノロを用意しなければニール様が保たない。ノロが用意されなければニール様が保たないなのかな、持たないなのかな。耳にしたことを信じられなかったし、理解もできなかったけれど、この10年でノロは2度選ばれ、2度とも死んだことを思うに、君習い様は何か恐ろしい企みをされているのではないか。私は恐ろしくなってその場を後にした。このことは書き記すのみとし、誰にも言わないことにしよう。またも見慣れた単語が出てきた。ノロ就任儀式、明かりが出ることになっていたものだ。俺は単なる無形文化財だと思っていたが、このメモによると随分と趣が異なる。10年でノロが2度選ばれ、2度とも死んだ。死に至る儀式だったというのだ。ノロとは琉球神道における高級ノロを指す。戦国時代で言えば地方大名くらいの力を持ち、高貴なる血筋と権力を併せ持っていた。豊時島にはノロの中でも特に位の高い君習い様が君臨する。故にこの島でのノロは君習い様の補佐だとあかりから聞いていた。補佐が選ばれるのはそれが必要になった時、裏を返せば常駐はしていないのだ。ではどういう時にノロが選ばれるのか。ニール様が持たないから。当時の君習い様はそう発言していた。ニール様とは何だ。すごく素直に考えればニール人のことだろうが、ニール人は魔法世界から来た住人。その人物はノロが死ななければ持たない。人を殺さなければ持たない。雷に打たれたような衝撃を受けた。リリュウがなぜ駅神様になったのか考えてみればいい。つい先日先代駅神様が亡くなったからだ。ニール様イコール駅神様。そして駅神様はノロがいなければ持たない。前日行われた儀式は駅神様を延命させるものだった。ってことは儀式の中止は大里家にとって誤算だったはずだ。ぞくりとした。偶然儀式が中止になったから良かったものの、成功していたらどうなってたんだ。伝承の通り、リルーも金髪サテロールも死んでいた。そういうことだよね。まさか。いや、この後に及んでまさかも何もない。大里家は明かりと金髪サテロールを2円にするつもりだった。どういう仕組みかはわからないが、それで池上様が持つようになるのだ。わあ、鳥肌が立った。それほど池上様とは大切な存在なのだ。大切だから閉じ込めておくのか。何を狙ってるんだ。思った以上にきな臭い話になった。ここにある古文書の大半は関係のない書物だが、一文にはこうしたメモにある通り、大里家の暗部が記されていた。そこにはきっと俺の求める情報も載っているに違いなかった。池上様の正体、そして救う方法が。
俺はまた古文書の解読作業に戻る。メモの存在を期待しながらページをめくっていく。あった、これだ。解読した古文書が山になっていた。何日も徹夜をして意識が朦朧とし始めた頃、生神様と読める一文を見つけた。書いた人物はノロ、つまり大里家に仕えていた人物だ。なんて書いてあるんだ。震える手で書を読み進める。途中何度も目がかすんだ。睡眠不足のツケが大事な局面になって襲ってくる。両手で顔を叩く。痛みが目を覚ましてくれる。和訳した文章を読み上げる。生神様とは、黒手ずり様の器。生神様がいなくなれば、幸いが降りかかる。幸い。言い伝えだ。正体について書いてないのか？黒手ずり様は、荒ぶる神。生神様を抜け出した神は、あらゆる命を奪う。だから生神様は、大切にしなければならない。大切に？大切ってなんだよ。そうじゃないだろう。古文書に向かって怒鳴った。頭のおかしい行為だ。だが、我慢の限界だった。もう何日もちまちまとした作業を続け、俺は疲れていた。それなのにまたしても期待を裏切られた。他人事のように書きっぷりをするカンナジュに腹が立った。黒手ずり様を生神様が押さえつけているから悪いことが起こらずに済む。そういうことなんだろう。なのにどうしてどいつもこいつも生神様の不幸は見て見ぬふりなんだよ。大切にしなければ。大切ってなんだよ。物か。物だと思ってんのか。お前らは生神様が人間であることを忘れている。真面目で誠実で人の心のないクソ野郎だ。ふざけんなよ。自分らだけいい思いして何食わぬ顔で生活して、生神様の世話を大切な仕事だと言って。他に何かあるだろう。一人くらい思わなかったのか。どうやったら助けられるのかって。まともなやつは歴史上一人もいなかったのか。机を叩くと古文書から紙が落ちてきた。最初は気づかなかったが、すでに読んだ古文書の例のメモが貼り付いていた。何か書いてないのか。俺はそこにかけた。自分が読み落としたことが書いてあると、何か素晴らしい方法が記されていると。生神様を管理する大里家ならば何か救う手立てを持つだろうと考えていた。だが大里家は怪しげな儀式で延命を願うことしかできない。カンナジュはそれに従うばかりだ。誰もあり方を疑問に思わない。生神様を救う方法はこの島にはない。このメモを残した誰かも諦めていた。すべての古文書を訳した上で解はないと判断したのだ。机に突っ伏す。気力が尽きて動けない。起き上がれそうにもない。寝てたのか？顔上げたら1時間も過ぎていた。そう。寝てる場合じゃないってのに。起きろ。メモ書きに騙されるな。全部自分で読んだわけじゃない。まともな奴が書いた日誌を探すんだ。手記を机から払い落とす。別の書物を箱から取り出す。開いてみるが、視界がぼやけて文字が読めない。起きろ！ちゃんとしろ！手の甲をシャープペンシルで刺す。痛みがわずかな活力を呼び戻す。何度か刺した程度じゃもう気力は戻らない。だから何度も何度も刺した。痛みが諦めを吹き飛ばしてくれるまで。いや、この痛みは罰なのかも。諦めようとしている自分への。まあ、やめて。突然手を握られる。振り上げた手からシャープペンシルをもぎ取られた。血まみれになってるじゃない。リルーン。もういいわ。もう調べてくれなくていいの。なんでだよ。助かりたくないのかよ。でも、私が助かったら、他の人が死ぬんでしょ。
それはさっきの話、なんとなく聞こえたの。生神様は神を閉じ込めておくための器。器が消えれば荒ぶる神が人々を襲う。うん、そんなもん昔のやつが書いただけだ。でも実際にそうなるわ。どうして言い切れるんだよ。魔女だから。私が魔女だから。魔女だから知ってるの。夜の眷属が何を求めているのかも。解放された黒手釣り様は人を襲うのか。儀式の煮えを見たでしょう。闇に連なる者は血肉を求めるのよ。うん、伝説とか神話とかじゃなくて、それが事実として本当に起こりうるのか。黒手釣り様が人々をむさぶらないよう生神様という器に閉じ込める必要がある。リルーの説明は古文書とも比嘉さんの話とも合致する。じゃあここに書いてあることは全部本当ってことかよ。事実だから生神様として崇めたんでしょう。なんだよその言い方、諦めるってことかよ。でも私が器のままならみんな生きていられるんでしょう。あかりも比嘉もキリコも金城も、そして光も、島の人たちだって暮らしていける。私はこの島が好きだから、みんなが幸せになれるなら私は死んでもいいわ。みんなの中に自分は入らないのかよ。私は幸せだったわ。身分にふさわしくないくらい。身分とか関係ない。光たちのおかげ、こんなに素敵な時間が過ごせたなんて夢みたいだった。ありがとう、感謝してるわ。リルーはそっと肩に手を置いた。俺はその手を握って、何も言えなくなっていた。涙で顔がぐちゃぐちゃになっていたからだ。納得なんてできなかった。リルーは嘘をついていた。本当はずっとずっと不幸だった。ただの一度も幸せなんて知らなかった。だから、ちょっといい思いをしただけで幸せだったというのだ。全然足りていない。もっともっと取り戻していいはずだった。けれど許されなかった。世界も神も俺以外の全部が許さなかった。そうだ。わがままを言っていたのは俺の方だったのだ。約束するよ。約束？公園で言ったこと。私は最後まで諦めない。だから、ヒカルは目を直して。リルーは言った。ブランコに乗って、月を眺めながら。もう一つ追加したっていい。例えば最後の瞬間は一緒にいるとか。初めて俺がその時について言及したからか、リルーはひどく驚いていた。けれどすぐに穏やかな笑みをたたえて言った。ありがとう。リルーの手が背中に回された。俺はそれを拒まなかった。目が見えなくなれば解読作業は中断せざるを得ない。それでいいと思った。俺は思い上がっていたのだ。ひょっとしたら奇跡を起こせるのではと。